ある日、人間の友達に可愛がられていたスーパープードルは、突然の冒険の呼び声を感じました。彼は大きな白いプードルで、特別な力を持っていました。彼の名前はポンチョで、おしゃべりができる特別なプードルでした。ある夜、ポンチョは枕元に小さな紙片を見つけました。そこには南極大陸での冒険の正体が書かれていました。ポンチョは迷うことなく、心を決めました。南極大陸への冒険に挑戦することにしたのです。翌朝、ポンチョは人間の友達に別れを告げ、自らをスーパープードルと呼ぶ理由を話しました。彼は誇りを持って自分の力を認識し、南極大陸への旅に出発しました。南極大陸にたどり着くと、ポンチョは雄大な氷山と広がる雪原に圧倒されました。しかし、彼は恐れずに進みました。途中で、他の動物たちと友達になりながら、南極の厳しい自然を乗り越えていきました。彼は氷の中に埋もれた動物たちを救い、寒さに凍える動物たちを温めることができるスーパーパワーを生かしました。彼の優しさと勇敢さは、南極の動物たちの心を打ち、彼を勇者として称えるようになりました。そんなある日、南極大陸が突然の危機に見舞われました。氷河が溶け始め、動物たちの住む場所が危険にさらされているのです。ポンチョは友達たちと協力して、氷河の謎を解き明かすために旅に出ることにしました。彼らの冒険の先には、氷河の奥深くに隠された古代の秘密が待ち受けていました。それは氷河が溶ける原因であり、南極の生態系を危険にさらしていたのです。ポンチョたちは知恵を絞り、困難を乗り越えながら、氷河の謎を解く手がかりを見つけました。そして、ポンチョのスーパーパワーを使って、氷河を救う方法を見つけたのです。彼は一生懸命に氷河を温め、氷が溶けるのを止めることに成功しました。南極の動物たちにとって、彼は本当のヒーローでした。冒険が終わり、ポンチョは南極大陸の動物たちと別れる時がやってきました。彼は涙を流しながらも、彼らとの素晴らしい思い出を胸に抱えて帰路に着きました。帰りの旅の途中、ポンチョは自分の冒険の記録を本にまとめました。彼の冒険は、彼自身が成長し、多くの友達との絆を突き上げる素晴らしい経験でした。そして、ポンチョの物語は人々に広まり、彼の冒険譚は多くの子供たちに愛される絵本となりました。スーパープードルの大冒険、南極大陸編の物語は、勇気と友情の大切さを教えてくれる素晴らしい物語として、世代を超えて語り継がれることでしょう。